お姫様スターなどと呼ばれ、ミス日本という映画も作られるほど名実ともにミス日本的な存在で、近代的な美貌と気品により一躍大スターの地位を獲得。以後新興キネマ東宝に転じ、この間入江プロを創立するなど華々しく活躍しました。